乙女座さん、こんにちは、まゆです。乙女座さんの今の状態にチューニングして、どんな状況かなっていうのを見せてもらいつつ、その流れでいくと 1,2,3 ヶ月後ぐらいにはこんな感じの予報になるかなっていうのを一緒に拝見しつつ検証していくと、それって本当に本音で魂で望んでることかな、どうかなとかですね、ハイヤーからの声を聞きつつ一緒にお話できたらなと思っております。今回使うカードはこちらのチャンネルオリジナルの漢字オラクル44枚のカードと、ウェイト版タロットのボーダーレスですね、枠がないタイプのもので、ちょっとセピア調の可愛いタロットさんと、後半ではですね、このエルキーちゃんから乙女座さんのこんな部分を強化したらいいんじゃないかなっていうアドバイスをいただいたり、最後にですねユニコーンちゃんからもメッセージをもらおうと思っております。では早速現状を見せていただいてもよろしいですか。漢字一言でですね、現状の乙女座さんの今無意識の部分とか潜在意識の部分も含め現状を見せて、おお、めっちゃ出てますねこの子が、はい、お、凪、凪ですね。これはもう一択で何か嵐が収まったと、もしくは収まるところにいらっしゃるのかな、そんな流れを今体感されていたりするのでしょうか。その心はっていう部分をですね、タロットのカードで示してもらう、早い即答でした。ナギという漢字のもとにですね、解説としてタロットが見せてくれているカードは7のソードの逆位置、そしてキングのソードの逆位置、どっちもソードですね、どっちもソードの逆位置。なんか この2枚が出てくると、ナギを心から求めているみたいなね、魂の叫びのようにも聞こえなくはないのですが、いかがでしょう。ちょっとこの2枚どっちもソードですので、例えば思考とかなんか要領の良さとかですね、まあ、これ特にそうなんですけど、聡明な感じ、頭の回転が早いとか、情報の取捨選択とかですね、そういったもの、情報屋さんとかですね、それがどっちも逆位置ってなると、まあ、どちらも何か裏目に出ているというか、こちら本来は容量のいい感じ、なんかこう抜き足差し足伸び足でですね、なんかこう自分の欲しいもの持っていけるみたいな、自分の情報を持っていけるとか、そんな感じの容量よくいける、起点を利かして物事スムーズにいかせるみたいなね、そういうこともできるんですけど、まあ、ちょっとずる賢さになってしまったりとかもあると。でそれ逆位置になっていくと、例えばご自身から対人に対してですね、人間関係か職場もしくはお仕事恋愛関係家族関係でもそうですが、本音を隠していたものとか、なんか素性がバレたとか本音がバレたとか、それでちょっと不都合が生じているとかですね、凪を求めているとすると波が立っているみたいな、ちょっと笑い事じゃないというか、それは結構しんどいかもしれないですね。もしくはその流れにいらっしゃるとすると、こういったものを恐れていらっしゃるとか。でこちらのソードのキングの方もですね、本来はもうこういった情報を扱える聡明さの最高位の方ですので、厳格であったり権威、こう威厳があったりとかですね、まあ、そういった人物も指してたりしますが、その人が逆になってる、コートカードが出てくると、実際そういう人が乙女座さんの現実の体験の中に、現実世界の中に現れて、なんか偏見で傷つけてくる人がいらっしゃるとか、融通が効かない人で、なんか物事がうまく進まないとか、波が逆に立ってるとかですね、この人が融通効かなかったり、なんか普段は冷静なんだけどカッてなって、なんか物事が、立場が皆さんの立場がうおーってなってしまったりとか、それが実際に、まあ、上司の方であったり長の方、何かグループの長の方とか父親系の方とかですね、父親系っていうのは大黒柱とか父親の父性を持った存在の方とかですね、そういった方が実際に何か今起こっていることの渦の中心にいらっしゃる、もしくはご自身、まあ、それがね繁栄投影ですので、乙女座さんの中でこういった部分があって、それを表した体現したどなたかが現実世界でなんかちょっとこう剣振り回してるかもしれない、そんな風に見えてしまう2枚ですね。この7のソードの方もご自身がそういった人に振り回されてしまっているかもしれないです。ご自身が、乙女座さんがそういった何か素性を隠していたような人との付き合いが判明したとか、もしくは誰かの、まあ、裏切りっていうと怖いですけど、なんか裏で糸引いてた人がいるとか、そういうものをあらかじめ誰かに教えてもらったとかですね、まあ、回避したっていうことかもしれないし、回避したかするかしきれなかったかしきれるのかっていう、この凪が
示しているのがちょっと希望に聞こえるので、こうなりたい、凪を求めているというふうに聞こえる分にはちょっと波風が今立ってらっしゃるのかもしれません。それはお辛い状況だと察しますし、傷つけられていると感じられているサイドであったらね、特にですよね、ケアを、ご自身のケアというのをできる環境にいらっしゃればなと思います。愛と光を送っております。ではこの状況だけ見ると、いやちょっとしんどいなという印象がありますが、この流れでですね、このエネルギーと状況のその雰囲気のままですね、 1,2,3 マック3ヶ月後ぐらいですかね、そちらでどういう状況になりそうなのか、どの世界線を乙女座さんが歩いてらっしゃるのかっていうのを、晴れてくるのかどうなのかっていうところですね。これかな、これを、おか、すごい凪の後風、なんか似てる感じが、このね、なんか部首が一緒というか、どういうことっていうのを聞いてみましょう。この感じだけ見ていて、今入ってくるこの状況の中で入ってくるイメージっていうのは、風になるとか風に乗るみたいなね。でこれが風のエレメントなので、その辺ソードが鍵になってくる情報ですとかね、さっきの裏切りを情報網としてですね、やなんかあらかじめ防ぐとか、そういう流れなのかな。ちょっと、お、飛びますね。あら、いいですね、クイーンのカップ、クイーンのカップと、この風の下でどういう方向性、おお、なんか流れとしては良さそうな、開けてくる感じがしますね。風が、風通しが良くなるみたいなね、なんか凪を求めるような、凪の状態をこうイメージして、でも現実世界は波が立っていてみたいなね、ちょっとお辛い状況かもしれない。ただその先には今、風というテーマで流れが来ているよと。ここでね、またソードが出てきましたね。クイーンのカップとソードの4のソードの逆位置になっています。ここソードソードでちょっと大変な流れがあると、波風立っているということかもしれませんでしたが、ほぼ強制的だと思うんです。強制的に体とか心を休めざるを得ないとか、休めるべくタイミングが来ると、その凪っていう状態を求める、そしてそれを現実化させるっていうことができそうな流れですね。これは実際に落ち着いてくるよと。でそうすると、まあ、この休んだ後の状態が出てきているので、この 1,2 ヶ月3ヶ月後ぐらいでこの状態が落ち着いて、心も体も休まって、でこれはさあ出発だと、シャさあ行動開始だと、ここで十分に休めると、タイミング待ちと。この状態でエネルギーがですね、何か裏目に出てしまって、本来はこういったすごい素晴らしいエネルギーが裏目に出てしまっている時、何やってもうーってなる時の、そのうわタイミングじゃないんだなと気づかれるとかですね、気づいて行動をちょっと制御するというかね、なんかちょっと今はタイミング待ちにしようかなと、ちょっと収まるの待ってみようかなと、そんなタイミングにいらっしゃるのかなと思いますし、それが落ち着いてくるんだなっていう流れが見えます。でそこにキーパーソンというか、これね、コートカードが出ていて、まあそういう人物が いるかもしれないっていう話をさせていただいたんですが、こっちにもね、また人が出てきて、物理的に現実世界で、まあこれ女性性の強い方、もしくは、まあ、生物学的に女性の方かもしれないですが、女性性の強い方の母性のね、溢れる感じ、なんか包容力のある、包まれるような感覚のある人とか、丸ごと OK してくれるような人とかですね、先輩とか上司の方、もしくはリーダーの方とかですね、そういった役割を持った家族の中の方とかですね、やり取りとか、そういった方とのコミュニケーションとか、そういった方との何かきっかけで開けてくるとかですね、なんかそんな風にも見えます。まあもちろんご自身の中でこのクイーンのカップのエレメント、まあセルフラブももちろんそうです。本当に慈しむようにですね、包むように愛情を注いでこう込めて、感情愛情豊かな感じ、そこに満ちている感じですね。あとセンスもやっぱり光ってくるので、アートのセンスとか、なんかいい作品、いい映画とか、いい絵画とかですね、そういったところにもきっかけがあるのかもしれません。なんかそういう流れがあって、波風立っていた荒れ狂った嵐の海ではなく、すごく心地よい風が吹いてくる、風を、新しい風を入れてですね、凪で止めていたもの、止めていた流れ、止めていた潮の流れもそうですし、こう波もですね、なんか風が戻ってきて、いい風が吹いて、こう吹き荒れる嵐ではなくてですね、より愛情、ご自身への愛情、こういったこともあっていいよね、しょうがない、学びがあったよね、学びがあるよねって、この人からどう学べるんだろう、この出来事からどう学べるんだ、何を学ぶために自分でデザインしたんだろう、この出来事とかね、この人を、
この登場人物、ご自身のライフストーリーの中に出てきているこの登場人物はどういう意味で、もちろんそれは怒りとか悲しみが感情があった場合、それをちゃんと出してあげる、それをちゃんと包んであげる、ご自身が書き出してもいいですし、誰かに聞いてもらうでもいいですし、ご自身がご自身にセルフハグしてあげる、セルフラブしてあげるっていうプロセスがおそらく大事な部分だと思いますが、なんせこのクイーンのカップがついていますと、流れとしては開けてくるよっていう風に見えますね。これを含めて、じゃあ3枚目のカードはですね、ハイヤー乙女座さんというかね、よりメタの視点で大きなところから見ている、見守っている乙女座さんご自身、もう神様のようなそのもののですね、乙女座さんからちょっと視点をもらうと、その方向でいいんじゃないかな、もしくは全然違う方向から来る魂のね、望みというか、その辺をまず漢字一言で表して、あ、これはい、おー、何ですかこれ、風立ちぬがパッて入ってきちゃった映画ジブリのね、はい、立つ、自立の律、立ち上がる、立ち上がるでしたね、さっきね、これね、行動開始みたいな、休んだ、じっくりこうぐっすりじっくり休みを取ると、その後立ち上がれるっていうカードが出ていましたが、立つ、風は立ってほしくないですね、こうね、もうね、波風はもう立って立たなくていいよと。バッて入ってくるフレーズは立て直しって入ってきたんですが、その辺どんな感じなんでしょうと、タロットでビジュアルで見せていただける、お、飛びました、はい、こちらをエースのペンタクル、逆、これ飛びますね、はい、あ、ペンタクル、ペンタクル、ペンタクルですね、立つという感じのもとに、それどういうことっていうね、まあ、ちょっとハイヤー乙女座さんの意見としてどんな感じかな、アドバイス的なね感じで受け取るものですが、エースのペンタクルの逆位置、そして7のペンタクルの逆位置ですね、7また出てますね、最初のソードが7でしたが、立て直しっていうフレーズがつながってるなって思うのはここの部分ですね、この7のペンタクルっていうのが、まあ一定の収穫があると、だけどまあこれ 10がね最大なので、10までいってないから、まあある程度の収穫っていうね、その逆位置でここまで来たのであれば、ここまで来たやり方でこの程度だって感じるようなね、もし実績とか結果が目の前にあったのであれば、方向転換してみる、これね結構がっつり方向転換してみるのもいいんじゃないか、なんかその意味で立て直し、今まで入ってくる印象はこのね、この現状を教えてくださっている要領の良さが裏目に出てる感じとかっていうのが、利己的な発想に、もしこうそれが自然な環境にいらっしゃるかもしれないし、自分たちが利益を上げること、自分たちにメリットがあることっていうのを大事にされている、もしかしたらそういう環境にいらっしゃるかもしれないし、そういった価値観というのを選ばれているタイミングかもしれないです。でそれがきっかけとなって一旦崩れて、でそれを立て直すっていう感じもするんですね。そうすると思いっきり方向転換するってなると、利己的だったものが利他的になるぐらい、もう180度ぐらい変えてみると状況っていうのは一転するんじゃないか、この風がね、新しい風っていうのが入れられるんじゃないかと、そんな風に言っているように聞こえます。なんせですね、このペンタクルのエースもこれ、まあ、どっちもペンタクル、ペンタクルなんで、ね、もう金銭的な利益っていうこともあるでしょうし、何かをこう地道に育てていく、それが投資かもしれないですし、育成、誰か人材の育成、もしくはもう子育ての部分もそうかもしれない、物理的に何か植物を育てているとか農家さんっていう意味もあるかもしれないですが、人間がこう生きていく中で地道に時間をかけて育てていく、自分自身の成長ももちろん含めですよね。ただこのペンタクルのエース、がっつりですね、すごく始まりの強いエネルギーの逆っていうことがアドバイスで出ているのは、利益とかを度外視した状態の姿勢っていうのが、この立て直していくための新しい風の鍵になる、そんな風に言われているような気がします。どっちもペンタクルで出てきていて、ソードソードソードと来ていたのですが、情報戦だったり、このこう思考でね、心理戦だったりとかですね、そういった環境にいらっしゃったかもしれない。じゃあその時にご自身のケアはもちろん大事です。ご自身の
心地よい選択をするっていうのが第一です。そのあなたの選択が乙女座さんの作っている毎日の日々の毎週毎週の選択が乙女座さんの生きる世界を作っている、それを 見ているそれを体験する現実世界というのを作っているので、ご自身が心地よい方向を選ぶと。でそれまでに、どこからか仕入れてきたどなたかのご自身の価値観ではないものが浮き彫りになってくるかもしれないです。それにね沿って生きているとね。でその時に方向性をご自身の行きたい場所、向かいたい、追い風をね得るためにも、一旦その利己的だと感じるような環境にいらっしゃったりとか価値観を持っていらっしゃったりして、もし行き詰まったりとか何か波風が立ったとかであれば、じゃあ逆と言ったら度外視してですね、ただ働きしろっていう意味ではもちろんないです。ただそこに意識をフォーカスを一旦緩めるっていう感じ、そこへのフォーカスを一旦緩める、まあ、執着であったりとか、それは得られなければいけないメリットだ、その恩恵を受けなきゃいけない、その例えば人付き合いでもそうでしょう、お仕事でもそうですが、自分が得られるものを確保しなきゃいけないとか、そこありきで対外的にね何かコミュニケーションするときに疲れてしまったりとか、波風が起こってしまうとか、そういうことがあったのかもしれない、 ある状況にいらっしゃるのかもしれないですが、鍵はそこなんじゃないかなと。それを逆にしてみるっていうね、そこの利益とかメリットとか自分に得があるないの部分っていうのを一回置いて、本当に自分がこの人好きだからとか、この仕事が好きだからとか、これはやりたくてやってるとかですね、純粋な気持ちとかに集中してみると、実はそれが一番の近道で、それからもう予想以上、期待以上の収穫とか利益になったりとかですね、これが逆から戻るのでね、ここから本来の流れっていうの、お持ちの流れに戻るっていう感じがしますので、その180度ぐらい転換した発想がですね、私自身もですね、その奉仕とかボランティアっていうと、なんかこう自己犠牲のイメージをやっぱ乗っけてきちゃうような風潮があったかもしれない、そんな感覚があるんですが、自己犠牲することなくです、純粋に楽しいからとか、純粋にあなたにこういうアドバイスをしたかったからとか、何か行動とか選択をしていく際のベースに、これをいかに自分の得を取るか、利益を取るか、メリットとして確保するかっていう部分を一回置いてみて、そういう自分ももちろん OK です。そんな自分もやってみた、じゃあちょっと違うのもやってみよう、そんな感じのちょっとフラットでニュートラルな感覚でやってみる、なんかそんなところから見えてくる景色が、違った景色がですねある、そんな風に聞こえました。うん、流れとしてはもうこちらに向かっているということなので、すごくもうご自身の中でも実感が終わりなのかもしれないです。実際にもうこういった方が現れているとか、ご自身の中でのまず感情のケアをしてみようとか、そんな動きを感じられているかもしれないです。方向としてはなんか素敵な方向なのかなと思いますが、どんな選択をされるであれ、まあ、これねあくまでもエンタメとして、みたいな感じで一緒に楽しんでいただければと思いますが、どこかでね役にだったらいいなと思いまして、どんな選択をしようと、これ以外の選択肢ももちろんあります。ここで今お話しさせていただいている選択肢以外のデザインっていうのはもちろんありますので、もっとこういう方向でとかデザインをし直すっていうことはいつでも可能ですので、まあ、あくまでもね今回はこういったカード出ましたよというゲーム感覚で見ていただければと思う。あ、なんかこっち向いてる、ちょっともう一回この人がもう一回出たらですね、エルキーちゃんから今の乙女座さんにどんな選択をされてもですね、ベストなアドバイスというか、こんな一面のこれ飛んできました。乙女座さんをちょっと拡大させていかれるといいんじゃないかっていうアドバイスの一つですが、シフカームス、あらもうナギそのものでしたね。もうナギのエネルギーをもう送りますみたいな感じですね。ジェナちゃんです。 Stillness, Purity, Quiet、 もうね本当にこの静寂の中にこう颯爽と存在感あふれる、もう女王のような感じですが、静寂、静けさの音を楽しむぐらいのですね、何の音もない時の音ってありません？なんかそれぐらいこうご自身の心の中から凪を作っていく、その応援に駆けつけましたとでも言わんばかりのですね、まさになカードが出てくれたんですが、今実際にこういった波風を体験されていらっしゃる場合は、特にですね呼吸に意識を向ける、ちゃんと呼吸浅くなってないかな、ちゃんと不要になった感情を一回出す、そして
望むような綺麗なエネルギーを入れるとかですね、その呼吸を繰り返す、落ち着くまで繰り返すとか、水分を取るとかですね、睡眠を取る、お忙しい日々かもしれないですが、その中にもうお手洗いに出かけたその数分でもいいので、とにかく目を閉じてシャットダウンしてみる。思考をこう、ソードがめっちゃ出てるので、思考がめちゃくちゃ忙しいタイミングかもしれない、そこを一旦休めるっていうのを意識的にされると、この静寂さ、穏やかさっていうのをもう中から呼び起こす、中からそれをデザインしていくっていうのが鍵になるんじゃないかなと。さらにこれをね、後押しする、新しい風を起こしていくために、ご自身の中からまず凪を起こす、凪をデザインする、イメージする、ご自身の中で起こっていた、ご自身の中で起こっていることはもちろん芸術化するというね、あの大原則があるということで、ご自身の中で荒れていた海があったのかもしれないです。それを静けさの中に身を置いてみる、ご自身の中で静けさを感じてみる、ご自身の心の声を聞いてみる、なんかそこまでこう耳を澄ましてみる、心を澄ましてみる、そんなアクションというのがおすすめ。そんな一面、こういった一面がもともと乙女座にあるんですよ。その部分を呼び覚ましてみる、このジェナちゃんみたいな存在を乙女さんの中に見つけていらっしゃいます、いるので、任せて私にっていう感じでね、超よろしくって言って見せてくれるイメージのもとに、じゃあどこどこに行ってみようとか、パッてインスピレーションで浮かぶところがあるかもしれないで、そういったところに実際行ってみるとか、お茶室に行ってみるとかですね、自然の中でもいいですし、お散歩に出かけてみるとか、まあ、一番手っ取り早いのはね、あのお手洗いとかですけどね、本当個人のプライベート空間がすぐに手に入るところだと思いますので、そういったところに自ら物理的にご自身で作ってみる、もしくはこう気持ち的にですね、落ち着かせるアロマとかでもいいかもしれないですし、自然の新鮮な空気を吸うとかでもいいと思うので、ぜひぜひ、これは推しに来てくれてますね、この凪とリンクしてました。凪を呼びますと、凪を私が呼び覚ましますという感じですかね。現実でどう感じられていても、ご自身が今感じられる感情が次を作る、次の選択、次の世界を作るということで、今望まれる状況を今感じる、今作るっていうね、ことを言ってるのかなと思います。では最後に乙女座さんに伝えたい二言ですね、いただきました、はい、あ、笑ってって笑顔でですね、健康みたいな , 笑顔で健康っていうのはあれですけど、穏やかさの中になんかフフフってちょっと力、筋肉が緩むような笑い、まあこれ爆笑してますけどね、すっごく爆笑してますけど、ちょっと今いい感じの笑い必要でしょって笑いにかかってます、あ、笑わせにかかってます、ユニコーンさんがちょっとこちょこちょって言って、この角でですね、乙女座さんのこう脇あたりを今ゾーンってやってるかもしれない、ちょっと笑ってみって言ってますね。笑いか、笑う余裕もないほどお忙しかったかもしれないし、ちょっとなんか対応されていたりとか、忙しかったのかな、最近笑ってますか、なんかもうなんでしょうね、純粋に昔のお気に入りのお笑い芸人さんでもいいですし、そうお笑い番組でもいいですし、なんかの面白動画でもね、なんか動物のね可愛いシーンとかね、そういうのもいいかもしれないですし、ね、芸術のアートの話も出てましたが、心から何かこうワクワクする感じ、心からあ、なんかこう楽しいな、何かを作る喜びでもいいし、誰かのセンス、なんか面白いセンスに触れる機会っていうのもね、いいかなと思います。笑って笑ってって言ってますね。笑えてなかったのかな、乙女座さん大変だったのかな。でも開ける道が来ている感じがしますのでね、ぜひ笑って、笑う角には福を来たるということなので、もう呼びまくると服にもうなると、ご自身がなると決めたらですね、もう服になるしかないので、もうそういう現実が起こりようがないので、もうそう決めちゃうっていうのもいいかもしれないですね。私がもう笑うぞと、私が笑うから世界も笑うんだと、鏡を見てですね、ああもうなんかこういう自分になんないかなとかって、こう自分を変えて鏡が変わるのでね、鏡が変わるのを待ってるとやっぱしんどいので、まあ、自分から笑っちゃおうということですね。いやこれもすごいね、アウスルデートゥエビグンポドゥエビグンポのヴィクティオンヌエルツジョフェルゴで、これはまあこれのことかもしれないですね。学びもそうだと思うんですが、乙女座さんがですね、取り組まれてきた中でかなり重要なことをされてますよねって言っていて、それが仕上げに入っていると、それをもう仕上げちゃって、もう片付けちゃってって言っている件があるそうですが、なんか心当たりありますかね。
それがプロジェクト、ここで今肝になっている環境とか仕事場とかプロジェクトとかなのかもしれないですし、ご自身の中でずっと続けてきたなんか習慣かもしれないですし、何かご自身の中で積み上げてきたものを始められたことがあって、なんか数週間数ヶ月前ぐらいって聞こえるんですけど、でその辺が今仕上げ段階というね感じの、そのタイミングなのでもうやりきっちゃってと、つまり、まあ、次の段階に行く準備ができているか、まあ、ここのねぐっとこうまた流れが変わるということなので、ここで手放すべき何かとかもう終わらせて、ありがとうございますさようならするコミュニティかもしれないですし、何かの習慣だったかもしれないです、どこかに出かける何かのね流れルーティーンだったかもしれないですし、ここでもね方向転換ってやっぱ言われてる部分があるので、今までのものを手放すっていう意味、今までのものをもう完成させて仕上げて次へ行くと、なんかそんな風に感じますね。そこを応援してるよと、終わらしちゃってね、そんな風に聞こえるリーディングになりました。もうね、漢字のね似た漢字が並ぶっていうのすごくもうね、なんかストーリーがグッてこうなんか入ってきて鳥肌なんですよいつも。なんかこの間も門構えの時もあったんですけど、モンモンみたいなね感じで、でまた第 3のカードでまた違う流れ来るみたいなね、面白い感じですが、より開けてくる心地よい風が吹きますように、エネルギーを送らせていただきたいなと思います。応援と愛と光のですね、はい、こんな中でちょっとでもお役に立てることがあったということであればめちゃくちゃ嬉しいので、ぜひそれをですねチャンネル登録とか高評価で応援してくださるとめちゃくちゃ励みになりますし、いやこの部分ねそうでもなかったよと、これ実は最近こうなんだよねとか、あこの部分確かにそうだわということがあったりしたら、ぜひぜひコメント欄で交流してください。楽しみにしております。いやお話できてめちゃくちゃ嬉しかったです。ではまたお話しましょう。ありがとうございます。ではでは。